グルノーブル美術館はフランスのグルノーブルにある美術館である。イゼエルガー沿いに位置する。グルノーブル美術館は1798年に設立された。1920年の時点でフランスにおいて近代美術の収集で知られる美術館であった。これはニューヨーク近代美術館等が開館するより前であり、世界的に見ても 近代美術の分野で先駆けとなる美術館であったことがわかる。イタリアルネサンスから現代に至る代表的な画家のコレクションを所蔵している。18世紀までのヨーロッパ芸術の中には、ジョルジョ・バザーリ、ジョルジュ・ドラ・トゥール、フィリップ・ド・シャンパーニュ、パオロ・ベロネーゼ、フランシスコ・デ・スル・バラン、ピーテル・パウル・ルーベンス、ダフィット・テニールス、アレクサンドル・フランソワ・デ・ポルト、カナレット等が含まれる。 近代美術やモダンアートのコレクションの中には、カミーユ・ピサロ、テオドール・ジェリコー、ギュスターブ・ドレ、ボール・ゴーギャン、ワシリー、カンディンスキー、フェルナン・デジェ、パウル・クレー、アンリ・ママジス、ピエール・ボナール、パブロ・ピカソ、ジョルジュ・ブラック、シャイム・スーティン、ルネ・マグリット等がある。彫刻の庭には、アレクサンダー・カルダー、オシップ・ザッキン、マルタ・パン等の作品が展示されている。 ありがとうございます。